皆さんこんにちは。今回は、前回出した情報募集動画の募集結果を紹介していきます。今回もいくつか解決することができました。ご協力本当にありがとうございました。一つ目、マネキンのドラマ、あるドラマを探しているという話でした。こちらについて、前回は、おー、マイキー、を紹介させていただいたのですが、その前作である、フーコンファミリー、であれば、時期的にも合うのではないかという情報をいただいておりました。しかし、リクエスト主さんから補足をいただいたところ、ほとんどのシーンは人間の役者が出演しており、マネキンが映っていたのは女性の回想やラストシーンなどの一部のシーンのみだったとのことで、おー、マイキー、いや、フーコンファミリー、ではない可能性が高いです。ただ、同じ番組で、飛行少女タカ子、というシリーズもあり、こちらは女子高生が人間の役者で他がマネキンです。かなりマネキンを雑に扱う内容なので、もしかするとこのシリーズだった可能性もあります。他にも、映画や世にも奇妙な物語、で見たという情報もあり、いずれかではないかと思うのですが、他に候補があれば教えてほしいです。二つ目、猫に襲われる女の子、ある漫画を探しているという話でした。これに関しては多くの方から、呪怨の漫画版ではないか、という情報をいただいております。笑う人形、という話に今回のシーンが含まれているようで、調べてみるとその話を紹介しているブログが見つかりました。猫たちが一斉に口の中に入ってきます。という説明があり、証言通り猫に殺されてしまうシーンがあるようです。猫が口に入ったことで、このように顎が取れてしまうシーンもあり、かなり痛そうです。こちらリクエスト主さんに確認いただいたところ、これで間違いないとのことでしたので解決とさせていただきます。三つ目、ビデオ、ある映像を探しているという話でした。こちらに関してはいくつか情報をいただいておりまして、恐怖心霊動画さんのビデオ、意味不明の白女、ではないかという情報がありました。映像が確認できなかったのですが、あらすじを見るとピアノの音と木漏れ日が映し出されている映像なのですが、突如画面が乱れ、赤い空間を鏡に向かって迫る女、そして謎の文字が表示され画面いっぱいに白い女の顔と、理解不能な言葉が映し出されるそうで確かに証言と一致したシーンがありそうです。もう一つ、有名な花嫁の自負画像ではないかという情報がありまして。こちらですが、このように不気味な女性が向かってくるような映像になっています。さらに怖い感じに加工されたバージョンもあった気がするので、もしかするとこの自負画像を見たという可能性もあります。こちら、引き続き情報募集しております。四つ目、ついビデオで見た動画、ある動画を探しているという話でした。こちらに関しては残念ながら未解決となっております。当時、たまたま見かけたという方がおりましたが、中国語だった気がするとのことで、中国の SM 系の動画が流れてきたという可能性はあるかもしれません。私も改めて調べてみたのですが、証言にあるような映像は見つからず、これに関しては謎ですね。ホラー映画のワンシーンであるという情報もいくつかいただいておりまして、映画のワンシーンの可能性もありそうですね。こちら、引き続き情報募集しております。同じような映像を見たという方がいらっしゃいましたらコメントお願いします。5つ目、奇妙な謎謎、ある謎謎について情報を募集していました。これについて多くの人から答えについてのコメントをいただいておりました。最も多いのが、黄色い、が何度も4つずつ出てきているので、4つの黄色で、式、で、式、を連想させることから、寿命で死亡したのでどちらでもない、という回答になるのではないかというコメントが一番多かったです。また、イエローが4つということで、イエロー氏、で老氏ではないかという考察もありました。やはり、しっくりくるような答えは存在しなさそうで、同じ謎謎を聞いたことがある方もいなかったので、当時、小学生が作った謎謎と考えると普通の理屈で解けるものではなかったのかもしれません。とりあえず、考察コメントをいくつかいただいたのでこちらは解決とさせていただきますが、
同じ謎々を聞いたことがあるという方がいれば教えていただきたいです。6つ目、オープンハート、ある映像を探しているという話でした。こちらに関しては、リップ・ア・ブラッディ・ハート・アウト・オブ・ア・チェストという動画の切り抜きではないかという情報をいただいております。屋外に男性が立っており、心臓を抜き取られてしまうという映像で、もちろん作り物ですが割と迫力があります。屋外に外国人が立っており、心臓を切り開いてみせるという点は一致していますが、自分の胸から取り出すという点が一致していないので、違う映像の可能性もあります。他にも候補があればコメントお願いします。7つ目、中古ビデオ屋で借りたビデオ、あるビデオを探しているという話でした。こちら残念ながら未解決となっております。コメントでも全く情報がなかったです。20年前とのことなので、2000年代前半の心霊映像が収録されているホラー作品ではないかと思うのですが、その頃のホラー作品に詳しい方で何かご存知の方はいらっしゃらないでしょうか。力不足で申し訳ないのですが、こちら引き続き情報をお待ちしております。8つ目、高橋名人のファンサイト、あるサイトを探しているという話でした。高橋名人のファンサイトに、なぜかグロ画像が貼られていたという意味不明なサイトがあったらしいのですが、こちらは見つかりました。雑グロ掲示板の方で URL を貼っていただいたのですが、コメントに発見者さんらしき人がいたので、そちらの情報も紹介します。高橋名人リンク集グロで検索した際に FC というリンク集があり、そこで発見したそうです。高橋名人オフィシャルページ嘘というサイトで、懐かしいデザインですが、確かに高橋名人についてやたら詳しく解説しています。グロ画像については、18禁というコンテンツをクリックすると、俺的エロ画像があるというページに飛び、その先に掲載されていました。で、どこから持ってきたかわからない、謎のグロ画像が大量に貼られております。これ、内容がかなりグロいので閲覧注意です。ページ下部には、俺も死にたい、と書かれており掲示板では感想が書かれていました。管理人らしき人物の書き込みで、俺っちのおばさんが死体で発見されました、とめちゃくちゃ重いことも書かれております。おそらく管理人の趣味で掲載されていた画像だと思うのですが、どこから持ってきたんですかね。以上、今回の募集結果になります。改めて、皆さんご協力本当にありがとうございました。今回は解決率は低いものの、有力な情報を多くいただけたと思っています。また来週、情報募集動画を出しますのでお待ちいただければと思います。